まあトレードで最近動くようにはなったけど、FA でドカって大物を獲得するようなチームでもないじゃないですか。そうですね。だそれ考えたら多分、やっぱドラフトに一気に踏み切ったのかな、みたいな。うん、結構スパーズにしては珍しい決断したなっていう感じですけどね。うん。うん、そうっすよね。うん。まあだからそれも、なんか変わりつつあるのかなっていうふうには思いますけどね。まあだから、うん、ポポビッチの後のヘッドコーチがちゃんとやりやすいようにしようという配慮もあるのかなという。うんうんうん、ポポビッチヘッドコーチ、まあ去年最多勝を達成しましたけれども、うんうん、サンアントニオスパーズ、来シーズンのヘッドコーチどうなんでしょうか。あ、来シーズンはまだ引退しないんじゃないですかね。あと何年くらいやりますかね。それはグッドクエスチョンだけど、どうなんだろう。これシュナイダーがアシスタントになるとか、シュナイダーがヘッドコーチでポポビッチがアシスタントに回るみたいなことってありえるんですかね。アシスタントか、なんかポップがアシスタントってあんまり想像できないですけどね。あのダントーニーがあのネッツに入った時みたいな感じ。ああ、なるほどね。でもシュナイダーさんだったらそれあんまり必要ないんじゃないですか。まあそっか、初体験でもねえしな。そうそうそう、ナッシュは初めてのヘッドコーチだったじゃないですか。じゃあ逆に、いやでももうそうだったらもう今クイーンスナイシュナイダーでいいんじゃないかな。というわけで皆さん、また次回お会いしましょう。 See ya! ピッカーサでした。 Yeah!